静かなドンは、ロシアの小説家、ミハイル・ショーロホフの大河小説。静かなるドンとも、1926年から1940年の15年間に、渡って発表された。第一次世界大戦、ロシア革命に翻弄された国会沿岸のドン地方に、生きるコサックたちの力強くも物悲しい生き様を描いている。1965年のショーロホフのノーベル文学。 小授賞ではこの作品の評価が大きく影響している。スターリンの愛読書だったと言われる。中脳コサックであるメレホフ家を中心に物語は展開する。物語の多くの部分は、メレホフ家の次男のグリゴーリー・メレホフを中心に描かれるが、その他の家族のものが一時的に中心になる場合も、あれば、愛人のアクシーニや、主人公とは立場をことにするボリシェビキの文中句や、 貴族のリストニーツキーが中心となる場合もある。メレホフキはドン地方の病ンスカや近在のタタールスキー部落に住んでいる。次男のクリゴーリーは平和な部落の生活には飽き足らずに、林家の主婦、アクシーニアと出奔し、貴族の館で下男として働く。第一次世界大戦が始まると前線に送られ、人と人が殺し合うように衝撃を受けると同時に、戦友から、 新しい社会主義的な思想を吹き込まれる。現在の政治的な体制に不信を感じたグリゴリーは一時は赤軍に身を投じて主幹にまで出世する。ところが休暇をとって故郷に戻っているうちに情勢は急変し、ドン地方の赤軍はコサックの反革命部隊に大打撃を受け、幹部を含めて多数が捕虜となり大きな公開処刑が行われる。 グリゴーリー自身も赤軍に身を置いていれば処刑されたであろうが帰宅中だったために部落のコサックと共に反革命の立場でこの公開処刑に立ち会うことになる。この後、グリゴーリーは部落の大部分のコサックの世論に従う形で反革命の立場で将校として赤軍と戦うことになる。一時は赤軍に対して優位に立ったものの次第に勢力を強めていく赤軍の前に劣勢が 明らかになっていく。末期には南部に展開していた旧権力者階級の率いる白守る軍と合流するが旧権力者階級は革命が進行したこの時点に至ってもコサックたちを対等な話し相手としてみなしていないことがわかり、グリゴーリー及びコサックたちはその態度に非常な幻滅を感じる。やがて戦局が不利になると白守軍の幹部たちは 国会から外国に退去してしまう。グリゴーリーは船に乗る一歩手前で考えを変えて踏みとどまり再び赤軍に身を投じる。最後には赤軍からも信用されなくなったグリゴーリーは見つかれば逮捕されてしまうことを覚悟で故郷の家へたどり着く。以上のグリゴーリーを中心とした物語の本筋の他に 文中区を中心とした中編と呼べる規模の物語やリストニー・ツキーやミシカ・コシェボイの話も複雑に絡まり合う。これらの話はお互いに独立しているのではなく関係し合いながら進行する。ただし主人公のグリゴーリーと準主人公の文中区が直接対面するシーンは一度しかない。本作の特徴はリアルに描写されたコサックたちの性格や生活の様子。 および個性豊かな登場人物たち、女性たち、また政治的な中立にある。タイトルにあるようにドン地方の自然や風俗は、物語の至るところで描写されている。また前編を通してドン川に、しばしば言及が及び、時には敵味方がドン川を隔てて退治する、シーンなどがありドン川の存在感が強い。登場人物では例えば、主人公グリゴーリー・メレホフの父親は、 一家の生活を切り盛りするたくましい人物であるが、必ずしも善人ではなく、戦争が始まると占領下の街で略奪に参加したりもする。ただし、この父親はどこか憎めない性格として描かれている。他にもグリゴーリーの元友人で、後に赤軍に参加し主人公と決定的に、対立するミシカ・コシェボイや、グリゴーリーの愛人であり一時は駆け落ちまでするアクシーニア、 アクシーニアの夫で、メレホフケと反目する、スティパンなど多彩である。政治的中立については、社会主義国であるソ連の作家であるショーロホフが、社会主義革命の初期の時代を描いているにもかかわらず、中立の姿勢が貫かれていることは特筆すべきである。作中では、資本主義陣営、社会主義陣営など様々な政治的立場の人物が、 登場はするが、どの政治的姿勢を取るべきであるとかいうことには一切触れられていない。このことは発表当初のソ連国内でも指摘されたという。ただし、主人公のグリゴーリー・メレホフや、純主人公のブンチュークなどが政治的な施策をする場面はある。それでも、それらの考えは、正しいという前提でもなければ、物語が進行していくにつれ容易に覆される。 ものもある。なお、タイトルにある、静かなというのは、ドンの微笑のようで、作品中でも、ドン、というべき場合に、静かなドンという場面が何箇所かある。静かなドンと並んで隣接する地方も、美しき区番、波高きて、レクなどと呼ばれるシーンがある。ここでは、小炉補譜によって発表された各館について、簡単に説明する。現在日本で入手できる。 静かなドンの巻き編成は必ずしもここで記述するような4分冊にはなっていない。ありがとうございます。